回の負担の義務を有する者を指す。通説においては、素養帳のすべて、または一部を負担する者を指すとされる。回帰を負担にしない者を深口と呼ぶ。カグチが一人でもいるとおかこと呼び、反対に一人もいないとおフカと呼ぶ。なお、カグチは、原則男性のみとされ、女性は、対象とはされなかった。また、カグチの増減は、 地方間の査定において重要視された部分の一つであった。中国、日本ともにトレーによって、不確地の範囲が定められ、中国では、九本以上の管品を持つ者、二十歳以下、老男、排出、最小、かきべ、客女、やつねが不確地とされ、日本では、更新、八以上の異界を持つ者、十六歳以下の男性、影子、木、排出。 厚し質最小、女、家人、土肥が不可口とされた。ただし、中国では、戸籍上下口でありながら、実際には別の規定などで、免除の対象とされて、素養町から独立した個別に、付加されていた税であった、坂のみを課した冬と呼ばれる層があったものの、日本では、坂に相当する雑忍薬、色薬が、軍事の職償とされるか、 増用などに吸収されたために、坂の負担の有無を区別する、必要性がなく、冬が負荷に吸収されてしまっている。中国では冬であった甲子や影子が、日本では負荷とされ、外籍は、か口として扱われている。日本では、か口を、さらに小邸自邸中男と区別した。小帝は21歳、以上60歳以下の男子。 自定は老いちとも呼ぶ61歳以上65歳以下の男子と、残室と呼ばれる軽度の障害者、中男は17歳以上20歳以下の男子を指す。藤原中丸政権は、統制に準じるとして、757年に、中男、小邸の加減を一切繰り上げて、中男18歳、小帝22歳とし、翌年には60歳以上を老邸 65歳以上を、起労として、減税を図った。759年には、小帝5名以上を持つ父親はその功績によって、不可とされた。なお、か口でも、届きないの住民は、要は、免除されて、長も一、二とされ、軍事、添い、長町、舎人、学生、軍機、兵士などは長のみ、傍聴課長は、要と長のみとされていた。 ありがとうございます。